ランスラムのこれってどうですか？というわけで始まりました、劇団スラムのこれってどうですか。これってどうですかって何ですか？このラジオはですね、日常に潜む些細な疑問を劇団スラムの2人で解決していこうといった不愛のラジオ番組になります。はい、慣れたわ。慣れてきたね。前回だか前々回に言ってたもんね、言いにくいんだよこれって言った言った。慣れましたね。でこれ具合のはいらん気がしてきた。あー解決していこうといったラジオ番組になります。いいね。そう多分具合俺の口癖使いそうだわ。使いそうでしょ。ちょっとなんかガツッと言わないやつ、ね、ちょっとぼかしとく感じ。そうぼかし具合ね。これそうブラかかってるから。じゃあ早速ね。はい、もう第6回ですか。7じゃない。まあいいですよ。はい、今回もなんとお題をいただいておりますので、はい、そちらからね2人で喋っていこうと思います。はい、お題は概要欄にある Google フォームで絶賛募集中ですので、そちらからぜひよろしくお願いします。どしどしね。どしどしずしずしえしりしそっちゃうね。 ACDC ね。元ネタね。はい、ということで、ウニさんからのお題でございますね。はい、スケジュール管理に適しているのはデジタル？アナログ？ということで、めちゃくちゃ今モニタリングの喋り方したけど、何々しても気づく？気づかない？俺モニタリング見たことないのよ。え？俺人間観察っていう趣味持ってないからさ。アナログ人間じゃん。あー想像以上にでかい声で、ね、ちょっと自分でもびっくりしちゃった。今のとこで、うん、多分視聴者全員離れた。いや大丈夫、あのリミッター黄色のところで俺かけてるからなんってなってた。いや、まあこれはですね、はい、もう確実に決まってますね。アナログかデジタル、もうどっちがスケジュール管理しやすいかっていうのはもう答えがある。ほう、言っていいですか。どうぞ。人による。さよなら。さよなら。それはね、うん、雑なのよ。そうだね、こういうところをもっと突き詰めていってこそのこのラジオの意味だからね。だってさ、お前それあれだよ、うん、そのイチゴ好き嫌いって言われてさ、うん、人によるかなってさ、ね、さもう終わってるだろ。いや、イチゴ好き嫌いはそいつの感想を聞いてんだからそうだろ。いやでもそれに対してさ、うん、その人に聞いてんのにさ、人によるかなって言ったらさ、もう終わってね。終わってるわ。そいつともうコミュニケーション取りたくねえもん。そう、君はね、うん、そういうことをしたんだよ今。いや、してないしてないしてない。いただいたお題に対して、はい、あ、こいつにはもう質問したくねえわっていう回答をしてるわけですわ。そうなのかな。ということで、はい、デジタルかアナログか、まあ、スケジュール管理っていうと、うん、個人的に、うんうん、思ってるのはですね、うん、俺どっちにも偏らないんだよな。ああ、すごいニュートラルなんだ。そう、あのね、うん、一月のイメージあるじゃん。はいはい。この月の何月何日には、うん、この予定がありますよとか、うん、それは割と俺デジタル寄りなんですよ。ほう。スマホのカレンダーアプリに、うん、この日何々締め切りとか書くタイプなんですよね、うん、なるほど。でその月全体の、うん、もっと細かいさ、その日その日の出来事あるじゃん。今日は何する、トゥードゥーリスト的なやつね。あー、はい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 。今日は何するとか、今日は何やったから明日何やるとか、はん、それは割とアナログで書くんですよ。あの、ね、自分の持ってるノートにチェックボックス作って、うん、なんかそのトピックスを書いといて、うん、できたらそのマス塗りつぶすし、おー、できてないやつはまだ次の日の明日やることリストとして、仕事が終わる時に、うん、明日のトゥードゥリスト書くわけですよ、軽く。あー、なんかめっちゃハイブリッドな使い方してるんだね。そうすると、うん、朝開くだけで、あ、今日これやるかっていうのが分かる。あー、そっか。で個人的に1ヶ月をアナログで
手帳みたいにやってもいいんですけど、うん、字がそんなに綺麗じゃないのと、うんうん、あの均一な大サイズで文字を書くのがさあんま得意じゃないから、はいはいはい、あの手帳で枠があってってやつでやると、うん、終わりがち手帳が壊滅的みたいなね。そう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 、なんかサイズ感わからんから、あの2行あるところをなんか1行にして文字書いちゃうみたいな、ね、あ、そう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 、矢上ライとかリンドエル・テイラーって書いた時みたいな俺実はライトかもしれない、ライトかもしれない、もう常にあのリンドエル・テイラー殺す時の勢いで書いてるみたいな。なんでそんな感じでめちゃくちゃ分けてますね。ああ、そうなんだ。俺はね一応両方使ったことあるんだけど、なんか結局なんか自分でチェックするっていうことも考えたときに俺デジタルになりがちなんだよね。ほう、あのスケジュールってもちろん自分でチェックするものではあるけど、うん、あの人に共有したりするときあるじゃん。ああ、まあ、あのお仕事にしてもプライベートにしても、なんか友達に今月こんな感じって送るときとか、 あるあと上司と Google カレンダー共有してこの日これ入ってますって分からせ、あの分かるようにしとくみたいな。分からせね分からせ、そう、分からせるようにしとく。上司に分からせるやつ。上司分からせっからマジで、そういうときとかにやっぱりデジタルの方が共有しやすいっていうのと、はい、あとなんか俺忘れっぽいから、なんかその日やらなきゃいけないことをその日に思い出したりすることがたまにあるのね。なんか書き損じとかで、あ、そういう時にメモ帳だともうその日の分に書けるエリアがないのよ。だからなんか無限に書けるじゃんデジタルって。それなんすよね、うん、アンリミット、アンリミテッドカレンダーだから。そう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 。であと俺 To Do はあの iPhone のメモ帳を使っちゃうからさ、あ、だからなんかなどの日に何をやるっていうより今抱えてるタスクとして書いておくんだよね俺は。はいはいはい、まああの多分業務の性質の違いとかもあるんだろうけど。じゃあスーパーデジタラーじゃん。そうだね、俺スーパーデジタルくんだね。スーパーデジタルくん人形だ科学館とかに置いてそう。これはあのテレテレテーつって募集されるやつだよなんかさ、なんかあったね、そういうなんか人形をなんか置いてって募集されたりするやつ。俺不思議発見あんま見なかったんだよな。スーパーひとしくん人形です。あー、俺やっぱ何911派だからさ何911はさ、うん、ちょっと違うじゃん。だってもう番組内の1コーナーとして番組やってんじゃんあれは海外で人気らしいからね911。まあ人気でしょうよ、俺らがモニタリング見るノリで見てんじゃないの。あー、そうだろうね。何911どんなやつだっけ、警察のやつ。いや、ね、それは違う。911はねごめん、それは違うっていうのはすごい安直な否定をしたみたいになったんだけど、何911は、お母さん、赤ちゃんを持ってるお母さんをなんかプロの子育て屋みたいな人があれだ、教育を教育するやつあるね。そう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 。一気に思い出した今あなたのその育て方では全くなっていませんって言われるやつあったわそれ。いや完全に思い出した思い出した。でそれそれと、うん、あの警察のやつと110番のやつね。そう、あとはなんかさ社長がさ、うん、従業員に扮装してさあー、そのなんか1店舗にさちょっとバイトとして入るみたいなあったあったね。結構面白かったよな、あの海外番組ワンコーナー。そうそう、翻訳ちゃんと吹き返してくれるからそう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 あれは、まあ、世界不思議発見でもなんでもないからゲストがリアクションすってなんかボタンを押したりする要素もないしな。ないないない、ビートたけしがプシューってなんか一らかすぐらいあの仰天ニュースもそんな感じじゃなかったっけ。仰天は、仰天はね割と映像寄りですね。あー、まあそうだね、あのスタジオでのてんやばんやがあるのはね丸見えでしかないです。あのピコピコハンマーで所ジョージ。そう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 、世界丸見えしかあんまりスタジオでわちゃわちゃしてんのは見たことないです。そうだね、あ、そう、世界丸見えってさ、はい、
なんか3年か4年ぐらいに1回のペースでスタジオガラッと変わらん？意識してねえそれは。あ、マジで？いやなんかね、急にめっちゃ変わったなっていう時あった気がしたんだよな。まあでも実際3年か4年やったらさ、うん、番組側もさちょっとイメチェンするでしょ。確かにそりゃそうか。まあでもあれだよね、昔みたいにそんな3年も4年も続いててさ常に人気っていう番組って減ってきてるよね。まずだってテレビ見ないもん。あ、確かに。でもなんかたまに東大王とか見るよ。あ、マジで？うん、超難問あれだよな、真似するとしたら次にお見せする建造物はつあーあるね。そうだね、まあ、東大王はね割と見て楽しいから。そう、あれさ、なんか分からなくても分かってもおもろいから割と優秀だよな。だから俺がクイズ系のやつをいろいろ見るんですよ。あー、君クイズ好きだ。だからクイズ番組の時代になったよね完全に。今今そうだね、東大王、Q様、あとなんか脳トレ、IQ、マジで増えてんだよね、うん、クイズ系。やっぱね、クイズ系のね番組のいいところって、うん、今もうあんまないんですけど、はいはいはい、家でさ見ててさ、うん、あの番組中とかにさテレビ流れてて、はい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 、クイズ番組見てるとさ、だこれ分かったっつったらさ、うん、えっつなるじゃん。なる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 。んでマジで会ってたりするとさ、すごって言われんの。ああ、あの家族団らん感。そうだね、確かに今の日本に最も必要とされているもの。ああ、確かにな、家族団らんな。確かに、ね、確かに、 確かにね、俺指原莉乃だからさ。確かにね、確かに。いやー、我々もねなんかそういう風に視聴者が参加してるような気持ちで楽しめる何かを配信していかなきゃいけないのかもしれないね。ウミガメのスープってこと？わわわわって言うとなんかちゃうくない？いやだってほらお前が喋れる8割なら俺はチーカワしかないから。ああ、それかくるっとするかあれ高音なの？え、なんかわかんない。俺あの世界の住人みんな声可愛いと思ってるからさ。あー、そういうこと。そう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 。ノブとかったらええじゃん、小さくて可愛いのに。いや、ゴブリンは、あー、ゴブリン結構低くない？あの、あれじゃない、兵隊さんじゃなくて、兵隊、あの、兵隊さんじゃない、兵隊さんはちょっと爽やかそうじゃん。ゴブリンはこの間監獄編、ゴブリン監獄編として話題を博した。オラが時間を稼ぐだーってやつね。そう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 あれおもろかったな。あのゴブリンはさすがにちょっと低い声じゃないとね。 あれは低い。世界狂うわ。でもあの主人公格3人のこと言ってたわ。ああ、そりゃね。そう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 。あいつがわあわあとか言ってたら嫌じゃん。わわ。もっと高いよ。そうだね。なんかわわぐらい。ああ。F1？ 気持ち悪い。なんでや。まあ、そんなね話飛びまくりましたけど、はい、こちら今回のお題のスケジュール管理に適しているのはデジタル？アナログ？質問ですけども、エズさん、はい、言ってやってくださいよ。スケジュール管理に適しているのはデジタルかアナログかという質問に関しましては、ちいかわの声が太かったら気持ち悪いよねという結論でいかがでしょうか。人によるじゃねえのか